こちらの建物が文学部の建物になります基本的にあのこのキャンパスにあるすべての建物は大震補強が進んでおります京都市北区にある立命館大学絹笠キャンパス大地震などの災害に備えて対策を進めています地下の倉庫には学生や教職員ら最大8000人が3日間生活できるよう 食料や毛布などを備蓄しています。六強度か震度七もですね。どうか頭の片隅において対応する必要があると思っています。発生確率の高いあの。中井トラフ地震の花折断層地震ですね。というのの発生がの懸念をされておりまして。その二つに対してあの備えているということでございます。人口百四十三万人の京都市。 その周りには、西に片木原水尾断層、南には宇治川断層などいくつもの活断層があります。中でも、地震が起きると最も大きな被害が想定されているのが、花折れ断層です。花折れ断層は、左京区から滋賀県高島市まで続く全長およそ47キロメートルの活断層で、 その一部は江戸時代の1662年に関文・近江若狭地震を起こしおよそ700人から900人が亡くなったとされています,失礼します今、花折断層地震が起きるとどんな被害になるのか。 日本活断層学会の会長で、同志社大学の津住博之教授は、市街地のすぐそばを断層が通っていることから、大きな被害が出る可能性が高いと指摘します。単純な比較はできませんけれども、やはりあの都市直下で起こった地震という点では、やはりあの兵庫県南部地震ですね。あの地震 にすするようなですねおそらく地震の規模といいそれから人口密集地と断層との位置関係といいやはりあの同様なことがですね起こりうるる可能性は十分にあると思います京都市内結構古い家屋が多いのでやはりまあその耐震のまあ補強なんかもあのまあできればですねやはりしておけばまあ例えば全壊を免れれば命は助かる。 京都市の想定では中京区や左京区などで最大震度7最悪の場合市内の死者はおよそ4100人に上るとされています市は今年3月花折れ断層など京都市周辺の断層で地震が発生した際の最新のハザードマップを作成市民に注意を促していますところが こちら三条通りの交差点の南側ですこちらはハザードマップで最大震度6弱が想定されているんですが横断歩道を渡りますと震度6強の想定に変わります一体なぜなんでしょうか京都市のハザードマップでは 想定される複数の地震のうちその区ごとに最も多くの住民が強い揺れに襲われる地震について記載しています例えば同じ区内でも住民が多い市街地と少ない山間部で揺れが大きい地震が異なる場合住民が多い市街地の地震の想定が区内全域に適用されるのです 中京区は花折れ断層の地震を想定していますが隣の右京区は別の地震を想定しているため区の境で想定震度が異なる場所が出たのです立命館大学は北区と右京区にまたがるため同じキャンパス内で震度5強と震度6強の異なる震度が想定されています では震度5と6はどれほど違うのか地震の揺れを体験しましたまずは震度5クラスの揺れ震度6クラスに上がると

地震ハザードマップを研究している留国大学の石原良が准教授は、京都市のハザードマップは住民に誤解を与える恐れがあると指摘します。区ごとの地震ハザードマップっていうものは、断層がかなり特定されすぎていて、その断層だけしか、 えー、想定されないじゃないかというようなミスリードを起こす可能性がありますので他の断層による被害も想定されているということを併せてやっぱり同じく複数の断層が周辺を通る札幌市では京都市のように区で分けるのではなく 想定される五つの地震の中からその地点の最も高い震度をハザードマップに載せ市民に備えるよう啓発しています <noise> 京都市は一部の区の境界で想定震度に差が生じている今のハザードマップについてどう考えているのでしょうか行政区ごとにあの断層 が、違うことによってまあ安心材料になってしまうという可能性もございますので、今後ですね。あのま、そのこの方式があの正しいのかどうかというのもですね。あの、検討していきたいなというふうには考えます。振動階級を見ていただいて低いから安心ではなくて、あの最大の揺れに備えていただくっていう、そういう心構えを持っていただくことが大事かなと思っておりまして、京都市でもそれを今後はあのお伝えしていく必要があるのかなとは思っております。 花断層の地震で震度6強が想定されている右京区区の西京国地区毎年地域の住民が主体となって防災訓練を欠かさず行っています。 何かあったときは助け合いだなと思って、まあ、あいずれこう大きな地震が起きる可能性が高いというのも常日頃言われていますので、まあ、そういったところも含めてあの、まあ、防災、えー、要望していかないといけないなというふうには思います京都の地下で息を潜める活断層。 いつか来るその時に備えるため的確にリスクを伝える必要があるのではないでしょうか。